そば、お餅、ビール、暴飲暴食しすぎた。そんな正月太りを速攻で解消していきましょう。まずは座ったまま膝をバッタンバッタン倒していきましょう。ふーっとね、こうしてウォーミングアップで体をしっかりと温めていきたいと思います。皆さんの年末年始いかがだったでしょうか。私もね、正月に、食べまくった正月でしたので、皆さんと一緒にですね、速攻解消していきたいと思います。このバッタンバッタンね、前に進んじゃうんですけれども、気にせずね、お尻が前に進んでも気にせずにやって大丈夫です。息だけ止まらないように注意しながらやってみましょう。あと3秒。さあ息、ふぅ、はい、OK です。頑張りましたね。それでは仰向けでこの感じでスマホ持ってご用意をお願いします。では行きますよ。股関節をね、ぐるぐる回していきます。よいしょ。ふーっとね、息吐きながらできるだけ大きくやってほしいんですけれども、股関節がね、コキコキ鳴る方は無理せず、鳴らない範囲でやっていただいても全然大丈夫です。痛みがある方は無理せずにね、止めていただいて大丈夫です。その方はね、膝をぐーっとね、胸の方に寄せるだけ、それで静止していただければそれで十分です。自分のね、できる範囲のことをとにかくね、コツコツやることが何よりも大事ですから、一緒に頑張りましょう。あと3秒。はい、OK、お疲れ様です。さあ息整えて反対もやっていきたいと思います。こんな感じでね、本当にどこでも寝たままできる、エクササイズをね、たくさん紹介していきたいと思います。よいしょ。しっかり引き寄せてからグーですね。コキコキなって痛い方は膝を寄せたまま我慢して、ストレッチかけていきましょう。すべてのね、エクササイズでやっぱり息止まりやすいんですよね。自然にやってると息が止まっちゃう方たくさんいらっしゃるので、とにかくね、意識してふぅふぅってね、一緒に吐いていくことが大事ですからね。さあ、あと3秒。もうちょっと、もうちょっと、 OK。 ふぅ。さあ次はですね、膝をパッタンパッタン、内側に外側に、倒れていきましょう。外側にしっかり開いて、内側にもギュッとね、膝と膝を締め付けるように、押し合うようにしてください。その時にね、息をふう、開く時も吐く、締める時も吐くという風に繰り返していきましょう。さあ半分終わりましたよ。ふうふうふう。さあ解消だ、解消だ。しっかりね、食べた分体脂肪を燃やしていきましょう。 OK。 いやー、1年がね、始まりました。皆さんの今年1年のね、目標、ぜひコメント欄で聞かせてください。さあ次は膝をね、グッと寄せていきましょう。めちゃ眩しいって思いながら、撮影してます。はい、ぜひね、このね、目標をシェアするっていうのはとっても大事で、やはりね、皆さんの目標を見てると、よし、私も頑張るぞなんていう風になりますし、自分とね、同じ人全くいないんだな、人それぞれなんだなっていうね、そのようにもなりますので、ぜひですね、本当にコメントのところにですね、目標お待ちしてます。どんな積み重ねしますか？はい、お疲れ様です。次はね、こんな感じで横向きでスマホ持って、ご用意をお願いします。はい、体ね、こんな風に倒してますけれども、上げた方が実はね、お腹にはきます。で、今回脇腹がメインのターゲットになるので、つま先の向き注目ですね。つま先はわざと上向かせてます。これね、お尻効かせるときにはつま先の向きはね、上向けちゃダメなんですけど、今回脇腹効かせたいんですよね。なので、こんな感じでね、しっかり開くためにつま先は上向けてます。ふーっと息吐きながらね、たまーに脇腹触ってあげて、コツコツね、硬くなってるかどうか確認をお願いします。はい、お疲れ様でした。ふー、反対いきますからね。あ、反対じゃなかった、反対の前に内ももやるんですよ。こんな感じで引きつけて、下になってる足をね、ぐーっと上げて、で、下ろさない、下ろさないでしっかり上げる。で、できる方はね、高く、私がやってる感じよりもね、もっともっと高いところでキープするように、ずっとね、こまめにこまめにやってみてください。内ももってね、実は、恥骨っていう骨盤のね、下の部分を通じて、腹筋にも関わるんですよね。なので、内もも鍛えとくと、お腹も上手に使えるようになるので、一石二鳥なんですね。なので、ぜひこの内ももね、隙間作りたいっていうのもあると思うんですけど、腹筋のためにもやりましょう。あー、OK、お疲れ様です。じゃあ、反対いきますよ。で、僕はね、こうやって皆さんから見やすいように向き変えてますが、皆さんは寝返り打ってね、やるだけで OK です。はい、ふぅ。さあ、しっかり上げて、はい、下ろすですからね。よいしょ。はい、
ふう。で、勢いよくやって、その股関節がね、ゴキゴキなる方は、ゆっくりやるとか、ちょっと角度調節するとか、あとは痛みがあるときは無理しない。うん、無理しないのが一番です。ほんと、サボりながらやって全然 OK。あの、継続のコツはね、やっぱサボる。うん、サボっていいんだなっていう前提があると、やっぱ続けられますから。ね。気楽に気長にやっていきましょう。 OK! 頑張りました。さあ、でこのように足、今まで動かしてた足をですね、引きつけて、で手首、手で足首押さえておいて、下の足をグッグッグッとね、上げ下げしていきましょう。ふふふ。そういえばなんか、あの、鬼滅の刃がね、あの、歴代1位になったということで、煉獄さんおめでとうございます。素晴らしい。本当にね、もう感動しますよね。あの、以前コラボしたね、恵子さんとかも4回見たって言ってましたからね。見すぎなんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、それぐらいこう、もう本当に社会現象ですよね。皆さん見ました？もう超感動ですよね。はい、そんで言ってる間にね、終わりました。お疲れ様です。さあ、次はね、また仰向けです。仰向け、天井側見て、今度は両膝を胸にね、ぐーっと寄せていきましょう。腰骨がね、ちょっとだけ地面から浮くぐらいが目安かな。それぐらいやっていくといいと思います。その時にね、お腹見てほしいんですけど、お腹がね、ぽっこりしないようにずーっとね、へこませておいてください。ね、こんな感じでね、お腹ね、へこませておくんですね。へこませておきます。で、お腹がね、ポコーンとしちゃうのはダメ。そうするとね、腰が痛くなっちゃうんですよ。こんな感じでやるとね、ダメです。しっかり引っ込めて、よいしょって感じで。あと3秒。引っ込めて、もっと引っ込めながらって感じですね。OK! 頑張りました。ふー。さあ次はですね、このまま膝を持ち上げた状態で、片足ずつ地面に近づけて戻すっていうのがあります。はい。これもね、さっきの練習の通りに、お腹ずーっと引っ込めたまま、引っ込めて、戻す、伸ばして、戻すです。この時にお腹がポコーンとなっちゃうと、腰反って腰で支えちゃうんですよ。そうするとね、お腹じゃなくなんか腰痛いんですけどってなるんで、必ずね、お腹引っ込めた状態、特に足伸ばした時に難しいんですけど、お腹ずっと引っ込めてっていう感じでね、やってみてください。もうちょっと、もうちょっと、はい、 OK。 ふー。さあ皆さん頑張りましょうね。ほんと今年のね、ダイエットしっかり一緒にやりましょうよ、ぜひね。さあ、ここからお尻いきます。足を揃えます。今膝もくっつけてます。で、ぐーっとキープ。はい。で、これでどうしてもね、腰しか痛くならないって人は、今ちょっと僕何もしてないんですけど、枕を敷いて、あの、頭高くしちゃってください。そうするとお尻に効きやすくなります。で、たまにね、今やったみたいに、お尻ね、カチカチ確認して、硬いかどうか確認していきましょう。で、だんだん下がってくるから、こうやってグンって、私もちょっと下がったんで、今ね、これをグッとね、上げる感じで、やっていきます。よっしゃ、OK。これからね、このパターンいろいろやっていきます。なので、きつい方は3秒だけ下で休憩してください。次はだいたいね、45度ぐらいに開いていただいて、よいしょって上げていきます。で、この時ね、膝が内側入りやすいんです。内側入ってきやすいんで、それダメ。しっかり開く。膝を開く。そうすると、お尻の筋肉めっちゃ働きやすいです。お尻の筋肉って、外転外旋といってね、外側に開く、外側にねじる。これでめっちゃ働くんですよね。なので、そういった意味で内側に入らないようにっていうのは、そういう意味があるんですね。そう、少しでも効果的にっていうのは大事じゃないですか。さあ、あと3秒、息も止まらずに、いくよ。はい、OK です。お疲れ様です。ここまでね、本当にね、できた方すごいですよ。本当に自分に拍手してくださいね。もう半分終わってますから。もうちょっとです。さあ次はカエルさんにして、カエルさんのままぐーっと上げていきましょう。ふぅ、これもきついんだよね。そう。岡田先生とのね、コラボでも言われたように、ギュンっていう最後のね、一絞りが大事なんで、少しでもね、1センチでも2センチでも上げれる方、しっかり上げてみてください。これもね、膝、ちょっと閉じてきやすいので、膝をさらにね、開くようにしながらやると、お尻めっちゃ効きます。ふぅ、さあと5秒だ。頑張ろう、頑張ろう。よっしゃ、よっしゃ。はい、OK です。頑張りました。次はうつ伏せ、こんな感じで、はい、スマホ持って体勢チェンジしてください。よし。で、ここからね、片足を膝90度曲げて浮かせていきます。前ももがちょっと地面から浮くぐらいがいいかな。で、お尻、裏もも、そして腰のあたりまで効いてくると思います。で、僕みたいにちょっと体を起こすと腰のあたり入りやすいので、完全にね、寝ちゃってもベターってなっても OK ですので、まあ、スマホ見ながらね、やりやすい体勢整えてやってみてください。ふう、頑張ろう、頑張ろう、イエイ。ふぅ、イエス。さあ、あと3秒、もうちょっと、
いやー、頑張りました。皆さんはそのままね、私はちょっと皆さんから見やすいように、反対にしてます。そう、皆さんにね、上げる足が前になるように体勢変えてるだけですので、皆さんはそのまま反対をゴー。よし。さあ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 、この裏ももね、結構美脚にはめっちゃ大事で、前ももと違ってしっかりね、縦に走るラインなんですよ、ここ筋肉がね。これ鍛えるとやっぱりね、スラーっとした足ができやすいので、ぜひね、このトレーニングね、やってみましょう。超簡単ですし、結構ね、うつ伏せでできるってことはベッドでもね、できちゃうからいいと思いますよ。あと3秒。はーい、OK です。頑張りました。さあ次はダイレクトに背中腰やっていきたいと思います。ちょっとだけ体を起こして、今タッチしました。裏ももにタッチって感じです。はい、裏ももタッチ、はい、裏ももタッチ、はい、息吐いて、はい、でしょう、息吐いて。スピード勝負じゃないので、自分のペースでね、ゆっくりやってみてください。私が2回やる間に1回とか、本当にそれぐらいでもいいんですよ。皆さんが楽なようにやってください。そう、こだわる必要はない。はーい、余計です。頑張りましたね。もうちょっとですからね、しっかりと一緒に頑張りましょうね。ふう、さあみんな大好き、ペダリング頑張ろう。よし、ふう、やるぜやるぜやるぜ。そう、ちょっとね、種目の入りとか遅くなってもあんまり気にしないでくださいね。そう、やることに意味がありますから。一応30秒ってね、やってますけれども、入り遅れたってなったら、終わりを遅くすればいいだけですからね。終わりちょっと1秒余計にやろうとか、そういう風にして、ぜひ工夫をしてみてください。もちろんね、休憩 OK なので、途中3秒休むとか決めながらね、やってもいいと思います。はい、そう言ってる間に終了、終わり。さあ、ほぼ寝たままでした。最後だけね、ちょっとね、膝立ててやっていきたいと思います。手を頭の後ろで、ぐーっとね、肘の折れ目がちょうどね、天井に向かうぐらい、体を側屈といって横に倒していきます。この今触った脇伸ばしているところのところは効きます。で、お腹ずーっと引っ込めたまま、これがポイントですね。お腹ずーっと引っ込めてください。そうするとしっかり脇腹ぐーって効きますから。そう、ここね、結構お肉しぶといじゃないですか。なので、この伸ばすと縮むをね、たくさんやっていきたいと思います。さあ、もうちょっとあと1回ぐらいかな。はーい、 OK、 頑張りましたね。ふう、さあ皆さん、これで最後でございます。よくここまで頑張りましたね。反対やっていきましょう。最後、ふう、よいしょ。さあ、お腹がね、ポコーンと出やすいですからね、お腹しっかり引っ込めた状態で、膝はね、今だいたい肩幅ぐらい目安に開いてます。安定することが第一ですので、安定しやすい幅に開いていただいて OK です。閉じちゃうとね、安定しないので、ある程度開いた方がいいかと思います。さあ、もうちょっとあと10秒だけ。よいしょ。さあ、もう少しですよ。このルーティンね、バッチリ何回も何回もやってください。はい、お疲れ様でした。終わり。頑張ったぜ。また一緒にね、頑張りましょう。ぜひ1年の目標、コメントで教えてください。バイバーイ。